皆さんこんにちは、こんばんは。先週私船橋の方まで仕事で行ってまいりまして、その際に船橋駅から降りて、現在のところ国内最大と言われるダイソーさん伊賀船橋店に行ってまいりました。でこちらは地下1階から6階までの7フロア全てがダイソーさんの商品で埋め尽くされてる、店舗面積2000坪と言われる大型店舗なんですけれども、すごい品数でしたね。ですが買ってきたものこんな感じでね、しょっちゅうダイソーさんとか100均行ってるんでこのぐらいしか買わなかったんですが、まず早速こちらのタワートレイからご紹介していきたいと思います。でこちら早速開封してみるんですけれども、3種類色がありましたね。こちらの黄色とピンクと紫があったんですけれども、もしかしたら他にも色が あるのかもしれないですけれども、私はこの店舗ではこの3種類の色しか見当たりませんでしたね。でその中でも黄色がひときわ明るかったので夏ということでね、こちらを今回購入させていただいたんですが、近くのダイソーさんでは見かけなかったのでね、本当に欲しかったんで買っちゃいましたね。でこちらタワートレーで、サイズが縦21センチ、横21センチ、で高さが 19.5 センチのものになってるよーっていう風な感じですね。でイラストがついてまして、小物やお菓子を可愛く飾っちゃおうなんていう風にコメントが書かれてます。で裏の方を見ていきますと、使用上の注意が書かれていて、アクセサリートレイなんで食品置くときには直接置かないでみたいなことが書いてあって、で小物トレイナンバーワンというのが、発注ナンバーですかね。で材質がポリプロピレン、普通のプラスチックですね。であとは注意書きが英語でずらずら書かれてるような感じになってますけれども、こちら取って開けていきたいと思いますね。でこちらをこんな感じで外すと本体が出てくるんですけれども、下のこの部分を取って上に乗せると。で乗せてしまうと結構しっかりというか安定しますね。これこんな感じで結構振ってみてもスポーンと抜けたりしないんでね、結構安定すると思いますね。なかなかいいですね、安定してね。これ地震の時でもスパーンっていって転がらなくていいですね。かなり私は気に入りましたね。これ近くの店舗で販売されることがあったらまたもう一つ買おうかなって思いました。で次にご紹介するのがこちらのビーズコレクションなんですが、こちらのね左側の薄いパステルカラーのものが残念ながら近くの店舗でなかったんですよね。で姪っ子が隅っこ暮らしで好きなんですけれども、隅っこ暮らしのこのパステルカラーにちょうどいいなと思ってアクセサリー作ってあげようと思ってるんですけれども、これ見つけられてよかったですね。ちょっと発注ナンバー行って近くで買いたいと思いますけれども、こちらはビーズ C7 というのが発注番号になってるんですかね。ビーズコレクションキューブビーズ水色系という風になってますね。でサイズが約10ミリ玉、こちらが24個入ってるという風になってます。でご覧の通りね、薄い水色、薄い黄緑色とあとクリアタイプのビーズが入ってる感じですね。大きさ的にもブレスレットとかにするには大きさですね。で材質がアクリルビーズになってますね。こちら非常に使えるんじゃないですかね。でもう一つの方はですね、ビーズ A9A9 ですね。でミックスビーズ白系という風になっていて、サイズが 6mm と 8mm、 50個入りになってますね。でこちらは白とクリア系のタイプなので非常に使いやすいですね。材質がアクリルポリエステル ABS 樹脂、
という風になってます。でも夏なんでね、こういうクリアカラーとか白とか使う方も多いと思うので、ね、非常にいいんじゃないですかね。まあ、左のものはクリアタイプのものとかは結構販売されてますけど、右が少ないんでね、良かったです、今回見つけられて。で、次にご紹介するのがこちらのシュシュになりますね。こちらはどちらの店舗でも販売されてるので見かけた方も多いと思いますけれども、ツートンサテンシュシュストライプ、ヘアコモのシュシュ229というのが発注ナンバーのようですね。で、裏を見ていくと、まあ注意書きが書かれてるぐらいですかね。で、早速撮ってみると、まあこんな感じのシュシュになってますね。まあ、サテンシュシュと言われてる割には、まあそんなに光沢感はないんで、ギラギラした感じでもないんで、普段使いするのはいいですね。で、半分が黒のシフォンのタイプで、半分が白黒ストライプになってるので、非常に使いやすいですね。こちらストライプの幅もね、あまり太すぎないのでいいですね。私このぐらいのストライプの幅好きですね。で、そんな感じで、まあこちらギガ船橋店で購入してきた商品をご紹介してきたんですけれども、本当に良かったですね。今回このトレイが一番私ツボに入りましたね。まあアクセサリーとかね、コスメ用品がちょっとばらけてて、まあトレイ、こういうタワー型トレイ欲しいなと思ってたんで、私にとって本当にちょうど良かったですね。今度見かけたらまたもう一つ買いたいと思いますけれども、非常にこのトレイは使いやすいと思います。ご視聴ありがとうございました。